関節を柔らかくすることでチャイみたいにスレンダーになれる。さあやってみて。お顔を足首につくまでストレッチング。次は尻尾をつかみながら、その掴んだ尻尾に顔を寄せつけるようにストレッチング。次はピンと伸ばした足を頭の後ろに乗せて、もも裏に顔を寄せるようにストレッチング。今日のはちょっと簡単すぎたかな。次回は中級編にチャレンジするよね。ファーイ。